新政治国民会議は1995年9月に結成された韓国の政党で当時はまだ野党政治家であった金大中が結成した。発足当初は野党であったが1998年2月の金大中大統領就任とともに与党になった。略称は国民会議。1992年12月18日に 行われた第14代大,大統領選挙で、金ヨンサムに敗れた、金大中は、政界委員会を表明したが、1995年7月18日に、政界復帰とともに、新党結成を宣言、民主党内の東橋道系、議員17名による、総統準備委員会を9月5日に開催し、委員長に、金大中を選出。9月5日に、総統大会を開催して、 近代中を総裁とする新政治国民会議が結成された。翌1996年4月の15代国会議員選挙では79議席を獲得し野党第一党の座を死守したが目標としていた100議席には届かず全国区名簿14位で立候補していた近代中も落選する厳しい結果となった。1997年12月の 第15代韓国大統領選挙では、金大中を大統領候補に選出、金正筆が率いる自由民主連合との候補一本化を実現した。金ンサム大統領の支持率低下など追い風を受け、金大中は念願の大統領の座を手にした。しかし、国会では新韓国党と民主党が合同した巨大野党反なら党が存在し、多数派を占めたため、国民会議は、 少数与党となり、困難な国会運営を強いられた。2000年1月20日に、国民会議を母体として外部からの人材を集めた、新党である、新千年民主党が発足した。国民会議は、高領で党の立場について、参与民主主義と公正な市場経済を土台とした、中道国民政党と位置づけた。政治、参与の政治経済。 中小企業中心の経済社会、安定と夢と希望の健康社会文化、文化先進国の思考教育、知識革命と、全人教育環境、自然と共存共栄科学技術、科学技術戦争での勝利女性、陽動と参与の保障青年、社会の共同参与者外交、安保、自主協力の外交、安保体制統一、全身的で平和的な民族統一21世紀、 道徳的先進国家1991年に平民党の後継政党である新民主連合党と旧統一民主党の人士が結成した民主党が統合して結成された政党。現在における最大野党であるともに民主党も複雑な離合集散はあるが、この政党の系譜を引き継いでいる。ありがとうございます。